で、あんまり沖ね。縄にお金使っちゃうと、アメリカの人が、なんで沖縄にそんなお金使うんだって言われちゃいますので、もう本当に必要最低限しかやらないので、やっぱ必要なものはやっぱ不足するんですね。先輩質問、はい。沖縄の人は税金を納めてなかったんですか？あ、もちろん税金を納めてますよ。使ってないんですか、それ。はい、納めてるんだけども、やっぱほら、軍のためにいろいろと基地を作ったりとかして開発しますからね、沖縄ではどんどんお金が必要なわけですよね。そうするとやっぱどうしても後回しにされちゃうということで、そうだから本州の方ではね、やっぱ戦後どんどん復興していったのに、沖縄ではもうなかなか復興が進んでいかない。そういうことなんだ。そういうことがありましたね。でしかもこれ、ね、たくさん基地を作んなきゃいけないということで、住民の土地をですね、どんどん強制的にこう接収していく、まあ取り上げていくんですよね。はい、ちょっとどいでこの土地取り上げるかみたいな感じで飛行場を作ったりとか港湾作ったりとかするわけなんですね。はい、それでまたこのね、この沖縄に来ている米兵というのは、まあ、あの海兵隊とかがメインなので、要するに戦争が起きた時にまずですね、敵陣地に突っ込んでいく、まあ、一番このなんていうのかな、まあ、花形ではあるんですけども、血気盛んというか、もうすごい、そうチームとか暴走族で言ったら特攻隊みたいなもんだよね。そうそう、先陣を切っていく人たちなので、かっこいいね。かっこいい。だからやっぱそういう人たちって訓練とかも命がけの訓練してますから、そうするとやっぱね、人間ってあの生命の危機にいると。性欲が強くなるのよね。今めっちゃ問題になってますよね。それ昔から問題になってて。どこで問題になってるの？ウクライナと。あ、そうそうそう、ウクライナね。めっちゃなってますよね。ちょっとあれは、さらに、これよりさらにひどいです。あれは、あれはただの強姦ですからね。あれはちょっとひどすぎるんですけども、やっぱね、兵隊が起こす犯罪はやっぱ比較的多くなりがちだというね、あるわけです。そうするとやっぱね、この米兵による犯罪が増える。まあ結構やりたい放題な感じですね。でもそこに書いてあるのに、はい、取り締まれないんですか、警察は。いや、これアメリカ側が取り締まりますからね。アメリカ側で、しかも日本側の警察司法は入れないですから、でしかも軍人が犯した犯罪ってこの一般のルートではなくって、軍の方で裁きます。軍法会議とかってなってきますからね。だからちょっとまだね、歯がゆい思いをした沖縄の方も多いわけですね。やりたい放題だな、はい、もう番組で麗澤みたいなもんですね、先生ね。ね、何かです。好き放題の。好き放題。そうです。で、こんな状況になったら沖縄の人どう思います？いや、デモというか、なんかもう反感活動でしょ。始めるしかないですよね。この本州と比べてなんでってなるよね。そもそも自分たち日本国民のつもりなのに、日本のパスポートも持たせてくれないわけだからね。差別されてるもんね。はい、だからそんな中で地元の人たちはなんて思ったか。はい。早く日本に戻りたいと。ああ、そっか。だって九州だって四国だってね、本土だ、北海道だってね、本土ね、日本に復帰してるのに、なんで沖縄だけ復帰できないんだと、いうことで、早く日本に戻りたいっていうふうに思うように、これすごく自然なことだと思うな。だよね。はい、そうですよね。そういうわけで、日本に戻りたいっていう運動をですね、沖縄の人が起こすんですね。でこの運動が日に日に大きくなっていって、まあ、当時の佐藤栄作総理大臣がアメリカにね、沖縄を日本に返してもらえませんかっていうことをお願いしたわけなんです。そしたら、まあ、いくつかの条件を述ぶんだったら返そうというふうになってですね、まあ、その条件の一つが先ほど言ったアメリカの基地を残すこと、はい、ということになって、なぜずっとアメリカは日本に返すつもりなかったんですけども、そこへ来てなぜ返すようになったのか、これちょっとよく分かんないところも多いんですけども。これね、日本との関係を、まあ、沖縄に米軍基地さえ残るんだったら、まあ、返してあげて日本との関係を強化するという方がいいっていうね。だから沖縄をなぜ取っていたかといったら、軍事的な拠点として残そうとしていたわけだから、それさえ残るんだったらね、返したら日本ともっとね、良好な関係になるでしょ。多分そういうことを優先したんじゃないかなというふうに考えられるんですけども、そして実際に、返還されたのがまさに今日のこの日からちょうど50年前ですよ。はい、そうですね。昭和47年1972年の5月15日沖縄が日本に復帰ということになって、晴れてね、戻ってきました。おめでとう。はい、そうなんです。はい、でこれ質問なんですけども、はいはいはい、50年前に沖縄は日本に戻ってきたわけですよね。そうです。北方領土は
戻ってこない、ね、戻ってこない、そうなんですよ。なぜなんですか、はい、そこなんですけども、以前ね北方領土についての勉強したと思うんで、ちょっと場所をね確認しておきましょうね。見てくださいそうですね、北海道の東の端、今ちょうどね遊覧船の、ね、沈没事件があって、はい、ここすごく話題になってますけども、ご遺体がね国後に届いたんじゃないかという報道もありました、この歯舞色丹国後択捉というですね、大体沖縄本島の大きさが大体このぐらいですね、国後島ぐらい。だからね択捉ってねめちゃくちゃでかいんですよ、うん、なんか北海道がでかすぎてちょっと目の錯覚で小さく見えるんですけど、東京と比べても、そうそう全然、はい、東京が大体まあこのぐらいのサイズですからね、大体東京都このぐらいだと思ってください。めちゃくちゃでかいんです、はい、でこれがですね帰ってこない、今ちんいちろうくんが、ね、いいこと言ってくれました、なぜここは帰ってこないんですか、うん、相手がまず悪いね、ソ連だからこっちで、今これロシアだから、まあ具体的に言ったらプーチンだからね、相手が悪いよね、これがまず一つ。それからこのね北方領土に住んでた人たちって、まあ言ってもそんな人数が多くなかったので、みんな強制的に移住させられて今北海道に住んでるんですね。だからね住民がいないんですよ。そうすると日本に戻りたいっていう運動が地元から起きないよね。ただの島になってるんですね。でここにどこから人連れてこられたか知ってます？いいとこに気づき方かもしれない。何？ロシア？うん、あのね、うん、近い近い、ウクライナから連れてこられた。そうなんですか、ね、全員が全員じゃないんですけども、たくさんのウクライナ人がこの時ここに強制移住させられてるの。強制なんではないんだ。だからやっぱりそりゃそうでしょ、ウクライナからここに連れてこられたら嫌だよ。だいぶでしょ、だって普通ここに引っ越そうと思わないでしょ、日本人誰もいなくなってほぼ無人島になっちゃってね、津波起きたらやばいですもん。だからここに人が住んでないと困るから強制的に住まわせてるということなんですね、はい、だからあの北方領土ではあの、ね日本に戻りたいという運動が起きなかった。ちょっと、そうそう、これですね、はい、この地が大きいんですよ。沖縄にはたくさんの、ね、沖縄人が住んでましたよ。北方領土には追い出されちゃったんですね、はい、この違いですね、と相手が悪いということと、もうこの違い、この2つですよね、まあ、アメリカって結構凶暴で野蛮なところありますけども、うん、やっぱりね正義を重んじるっていう建前があるので、まあ、話せば分かる部分もあるんですけどね、なんかもうロシアの場合話してもう分かんない感じでしょ、ね、話そうとしたらその瞬間攻めてきちゃうみたいなね。そうそう、確かに確かに、そうなんです、はい、これが大きな違い。だから未だにロシアは、ここのね北方領土を不法占拠し続けているということなんです。本当ありがとうございます、はい、ここでですね武田先輩に、はい、質問が来ております。はい、はい、何でしょうか。視聴者の質問を発表させていただきます。アメリカに占領されたのに、沖縄の文化は守られていますが、うん、これはどうしてですか。占領されたけれども文化が守られている、はい、そうですね、アメリカの人たちって何もその沖縄に住んでる人たちをアメリカ化しようとしてこなかったんですね。ちょっと後半でちょっと触れる予定ですけど、例えば神社とかもありましたけども、これを壊したりとかしてないんですね。やっぱアメリカってほら宗教の自由を重んじるっていうのがもともとあるので、それでね神社とかお寺をぶっ倒してね教会にしろとかやったら、これちょっとアメリカの建国の理念に真っ向から反対することになるんですね。だからまあでもそういうことを平気でやっちゃうのが中国であったりロシアだったりするわけなんですけども、だからアメリカって本当に野蛮で強引なところあるんだけども、でもなんかこの正義感っていう部分があって、はい、まあ、建前かもしれないけどやっぱそういうのがあるので、その違いは大きいですね。だからアメリカが占領している時に、日本文化を根こそぎ破壊するというそういう蛮行には及ばなかったですね。そこが理由だと思いますね。はい、じゃあもう一つお願いします。アメリカが日本に沖縄を返す条件は、他にどのようなものがあったのでしょうか。はい、これね中身は公表、完全に公表されてないから分かんないんですけども、日米安保を体制を構築するということは当然あったと思うんですね。やっぱり主要なのは米軍基地を置くということ、あとそれからどういう形で置くかという中身をその時にいろいろ話し合いが行われています。例えばアメリカの兵隊が犯罪を犯したらどうするのとか、まあ、これ地位協定というんですけどね、日本側に警察権がありませんよとか、そういうことも含めて基地を残した時の細かい取り決めはこの時に行われていますね。
はい、ありがとうございます、はいはい、この後は沖縄に今も残るアメリカ軍基地について、授業していただきます、でもその前に一旦 CM です。イエイ、50年前の今日日本に戻ってきた沖縄です、先ほども言いましたけども、今でもアメリカ軍の基地が残ってますね、このアメリカ軍の基地は沖縄の人々にとって、まあ、メリットとデメリット、まあ、両方あると思うんですけども、ちょっとこのねデメリットの部分から見てみましょうかね、はい、アメリカ軍基地があることによるデメリットですね、はい、先ほどもちょっと出ましたけども、やっぱねたくさんのアメリカ軍人が、住んでます。軍の関係者も含めるともっと多いですよね。その人たちが、まあ、事件とか事故を起こすと、例えば同じ事故が起きても日本人が起こした事故だとふーんって感じでも、米軍関係者が起こした事故っていうとふざけんなみたいな、まあまあそうっすよね、同じことが起きてもやっぱり感情的にね、そういうふうになりますよね。で事故は年間平均だから103件ですか、3日に1件ぐらい起きてますよと、で犯罪も535件ですからね、やっぱり結構多いですよね。まあ、これもちろんちょっとね、あの物を盗んだ人がということも含めて小さいのから、あとそれこそあの女性に対する暴行とかそういうこともですね、時々起きたりなんかしてるわけなんです。3日に1回あるってことですもんね、犯罪が結構多いですよね。まあそれだけ人数も多いんですけどね、まあ他にも基地が近くにあると、例えばうるさいとか、時々飛行機からなんか物が起こってきて、なんか学校の校庭に落ちたりとか、まあまあ、やっぱね軍 の, その戦闘機どんどん飛ばして訓練とかしてますから、やっぱ時々ねそういう、物が外れたりっていうのこともね起きるんですよね、はい。まあ、そういう悪いことはあるんですけども、ね、物事には光と影がありますので、まあ、いいところもあるんです。メリットもちょっと見ていきましょうか。これわかる気がする、はい、米軍基地のメリットですね。これねたくさんの人がね働けるんですよ、まあ、基地の中、まあ、基地や施設の中でもですね日本人たくさん働いてますし、その周辺でもね沖縄の人だから基地の周りにどんどんお店とかできてきちゃうわけですね。そしたらもう沖縄、あのどんどんお金がそうですよね、稼げますよね。そうなんです。やっぱ米軍関係者が例えば買い物に行ったり飲みに行ったりとか、そういうのがあるので、もう周辺にですねいろんなお店ができたりなんかして、まあ、仕事になりますね。あ、それが まあ、お金を使うということとまあ一緒になってますけどね。あ、街で、はい、どうぞ。日本人は基地でどんな仕事してるんですか。あの普通にあの僕が行ったレストランの、あの上ストレスさんとか中で働いてる人とかも日本人が多いです。はいはい、であのアメリカ人の人も働いてる人いるんでしょう。軍関係者アメリカ人多いんですけども、あの日本人のスタッフすごい多いですね、はい、作ってるのはもう日本人なのにこうアメリカンサイズってなんかちょっとごちゃごちゃになってますよね。そうだから、まあ、経営者はアメリカだからね、もうメニューも全部これで作れってやってるんでしょうけどもね。だからもうたくさんの日本人が働いてますし、お金も落ちますよね、はい、でそしてあとあの土地を接収したって話さっきしたんですけども、これ取り上げただけではなくて、あの借地料払ってくれてるんですね。払ってるんだ、はい、あ、そうなんだ。そうです。で基地施設これ地主さんにお金が入ってくるので、そうそう、その地主さんがパーッと、ね、飲みに行ったりとかしますから、パーッと行くんですか。これそうそうそうパーッと行って、それこそ家建てたりとか遊んだりとかお金使って、また新しいビジネスやったりとか、こういう借地料ね、やっぱこれ効いてるんですよね。あ、はい、ちゃんと経済回ってるってことですね。そうですね、この経済回ってるっていう数字がここに書いてありますね、この経済効果ですね。アメリカ軍基地がもたらす経済効果は年間で2450億円以上あるということなんですね。そういう意味ではね、うちの兄貴言ってた、この基地がなくなったら困る人も、経済的に困る人も出てくると思うんですよ。失業する人もね出るでしょうしね、米軍相手のビジネスもいっぱいあるわけですからね。そうなんですよ、まあ、そういう人たちもいるので、でまあそういうやっぱりね、経済的なメリットっていうのが、まあ、数あるメリットの中でも大きいメリットなんですが、それだけではないんですね。ちょっとこちらご覧ください、抑止力。何これ、はい、抑止力わかりますか、レーダーP。抑止力、欲を止める力。欲字が違うんじゃない。それは欲望の欲、止める
力、うん、そう、なんかと、はい、何かの止める力、あ、まあ、そうそう、そんな感じですね、うん、まあ、例えばね、レータピが友達と喧嘩するとしますよね、うん、でその時にね、今でも殴り合いになりそうな時の大喧嘩になりそうになった時にですね、例えばレータピのところにはその背後にね、例えば陳一郎君のお兄さんとかね、うん、そういうなんかちょっと強そうな人がこう控えてたらどうでしょうね、プロレスラーとかすごい強そうな人がレータピのお友達にすぐ近くにいたら、うん、なかなか殴ってこないと思いますよ。そっか、諦めるかも。ケツ持ち的な、うん、そう、ケツ持ち的な、ケツ持ち、すごい言葉知ってますね。そっちの方が知ってます。ケツ持ち、いや今はやめとこうかなってなりますもんね。だよね、はい、これが抑止力ってことですよ、はい、つまりね、あの勝てない喧嘩は普通やらないですよ、負けるの分かっててね、攻めるなんていうのはプーチンぐらいしかいませんからね。多分プーチンは勝つつもりだったと思うんですけどもね。ちょいちょいプーチンディスってますね。あ、そうね、ディスってこの後ね、その話ありますからね。だからね、あの相手が強いっていうふうになるとちょっとやっぱ攻めにくいですよね、うん、これが抑止力なんです。はい、そうか、じゃあレータピは日本で、あい沖縄で、俺がアメリカってこと。あ、そういうこと、そういうこと、そういうことです。もともと沖縄ってさっきね、うん、ほら米軍アメリカが抑えておきたい場所だったでしょ、うん、国際的もうアメリカの戦略上必要な場所だったわけですよ。ということは沖縄自体、じゃ中国も欲しいし、なんならロシアだって欲しいわけですよ、うん、だからあの、中国なんかがね、沖縄は中国の領土だって最近あの中国が言い始めちゃってるんですよ。最初尖閣だけだったんだけど、沖縄全体も中国の領土だとか言い始めちゃってて、そうすると中国にとっても沖縄欲しいわけですよね。だから尖閣ああいう風に ねちねちと来るわけなんで、そうするとやっぱ米軍があることによって、さすがに世界最強のね強い軍隊、アメリカ軍が沖縄にドーンといると、よその国はそう簡単に、ね、手出しできないでしょ。だから沖縄っていうのは本当に魅力的な場所で、その文化ももちろんそうなんだけど、場所的にすごい魅力的で、各国が欲しいわけですよ。で、そういう意味で、そう、だからたまたまアメリカだったから米軍が残ってるっていうよりも、戦略的に必要だったからアメリカは沖縄を抑え、そこに恒久的なもう永遠に使うつもりの基地を作ったわけですよね。これはねすごい抑止力になってるわけですね、はい。まあ、ただ今ねそうだとはいえ沖縄がね本当に安全だと言えるかどうか今微妙なところなんですけども、あやみわかりますか。あ、さっき言ってた中国。そうだね、そうだね。どんな状況です？こうちょっと、そうそう、奪ってやろうかみたいな。そうそうそう。ちょんガンガン来てるよね。そうなんですよね。もう本当中国は怖いもの知らずで、もう尖閣諸島の周りにどんどんですね、船、その、海警という日本でいうところの海上保安庁、それから中国の海軍の艦艇がですねどんどん来てますよね。どのぐらいやってきてるかわかります？アイミンわかる？でどうしてそういう難しめの質問って俺たち二人に振らないんですか？あれですよね、先月この問題やりましたよね、やったっけ？覚えてる、すごい、すごいじゃないですか。やりましたよね、だってね、じゃやりましたよね、うん、ちょっと私の代わりに。だってなんか1ヶ月に15回ぐらい撃たれてますよね。あ、撃たれてる、ミサイルがミサイルはまだ飛んできない。あ、どのぐらい、あ、分かった、船、中国の船が尖閣諸島とかに来てるかっていう、お、はいはい、どうぞ。台風の時以外。ああ言ってた言ってた言ってた、そうそうそう、そういうこと、そうです、そういうことです。すごい、答えはですね、今年に入ってほぼ毎日ですね。今年に入って現状で130日ですから、ほぼ毎日来ているという、ね、そうそう、台風の時以外、そうです、その通りです。はい、まあ、実際中国はですね、沖縄の尖閣諸島をもう昔から中国の土地だと言っていて、もう今では沖縄も中国のものだと言い始めてるぐらいなんですね。で昔の中国の、まあ、あの地図を見てもですね、尖閣は日本のものだって書いてあるわけ で日清戦争でも日本のものだということを確認してるわけですからね。だからもう全然言いがかりにしか過ぎないんですけども、まあ、それだけ欲しい場所だということなんでしょう。ですからまあ尖閣諸島を守る、ということ、それだけではなくて沖縄そのものを中国から守るというですね、そういうことがもう今後の日本の大きな課題ですね。中国はなんでそんなに欲しいのか、やっぱり世界一綺麗な海だから、やっぱりああいうところで泳ぎたいのかね。
それもあると思うんです、うん、中国のビーチってしょぼいんですよ、しょぼい、うん、中国って海あるんですよ、あるんだけどしょぼいのよ、なんか綺麗なイメージはない、そう沖縄みたいにないから、中国人がね、あのやっぱり沖縄に来るとやっぱり綺麗だなってみんな思うみたいなんですね。でこれ尖閣、まあ、尖閣はそんなビーチなんかないんですけども、やっぱね、この中国からすると目の前に日本列島ですから、この中国の、ね、航空母艦とかが自由にこうね、太平洋行って行き来、出入りができないんですね。そうですね。だからそこに一箇所でも中国の島があれば、ここは安全ですよね。うん、そこにミサイル基地とか置けば安全に航行できるということで、最終的にアメリカとか戦うってなった時に日本が邪魔ってことですね。そう、太平洋の覇権を握る上でやっぱり日本列島のどこかに穴が必要だと。じゃあ沖縄取ったら出入り放題なの？そうそう、出入り放題、出入り放題だから、ミサイル基地置けるので守られるわけですよ。でないと自力で守るしかないので、怖いでしょ、うん、艦隊が自分で守るしかないので、うん、もう陸地があればもうそこはもう安全にその周辺は航行できるということですね。そうです、はい、はい、この後は、沖縄のルーツについても、武田先輩に授業をしていただきます、でもその前に CM です。イエイ、はい、今日は、武田先輩に、沖縄日本復帰50年について、授業していただいていますが、ここからは沖縄のルーツについても、教えていただきます。はい。よ、うん、ここ大変重要なところですからね。はい、はい、耳の穴カポジって聞いてほしいと思うんですが、はい、あ、カポジってくれてますね。ありがとうございます。沖縄に関してこんなことを言う人がいるんですよ。沖縄はかつて日本とは別の国だった。はい、そうなの、はい、こう言ってる人いるんですけど、これはですね、根本的に間違いです、うん、まあ、ちょっと答えを最初に見てみましょうね、答えはこちらになります。はい、沖縄はこれまでも日本ですし、うん、これからも日本なんですね、うん、はい、そうだよね、これね、確かにね、琉球国ってありましたでしょ、薩摩が琉球国攻めたっていう教科書に出てるよね、うん、なんか琉球国っていう独立した国家があって、それを日本がぶんどったかのように聞こえますよね、うん、はい、ところがですね、日本にも例えば出雲の国とか、駿河の国とか、武蔵の国とかあるでしょ、うん、あれなんとかの国、なんとかの国、いっぱいあるわけですよ。日本って一つの国ですけども、いろんな国がありますよね、うん、で例えば東北って、あのね、ちょっと整理すると、日本列島大体あの日本国が、まあ、大和朝廷が 統率したのが大体あの4世紀ぐらい、その時まだ東北も沖縄も北海道も入ってないわけですよ、うん、ところが平安時代になって征夷大将軍がわーって行って、うん、あの蝦夷やっつけて東北まで大和朝廷入ったわけですよ。蝦夷、うん、って何ですか。蝦夷っていうのはあの要するに朝廷に従わなかった人たちですね。あ、はい、だから北海道も沖縄も朝廷に従わなかったんだけども、別の国じゃなくて従わないだけっていう、はいはい、そうです。じゃあ東北はかつて別の国で、日本がその分取ったのかって言ったらそうじゃなくて、要するに大和朝廷に従うか従わないか、だって全部日本人だから、うんうん、大和朝廷に従うっていうか、従うっていうとちょっと言葉があれだけど、大和の国に参加する、うん、日本の国に参加する時期がちょっと違っただけで、はい、なぜ沖縄だけね、なんか主権独立国を攻め滅ぼしたかのように言われるんだけども、うん、それも東北の蝦夷とか北海道も沖縄も一緒で、全部人種的には同じなんですね、うん、でちょっとですね、あのルーツを見てほしいんですけども、沖縄は、まあ、これからもこれまでもこれからも日本だと言いましたけども、沖縄人の、うん、人種はどうなのかということを見てもらいたいんですね、うん、沖縄の人のルーツを解析した結果はこうなってます、はい、これは琉球大学と北里大学の共同研究チームの発表なんですけども、まあ、沖縄の人ってなんか台湾人の子孫じゃないのとか、うん、中国人の子孫じゃないのって言われたんですけども、遺伝的に違うと。中国台湾の人とのつながりはない、はい、日本本土と同じなんです、うん、現に東京とか関西とか東北の、ね、いわゆる一般的な日本人のこの、遺伝子の具合と沖縄の人の遺伝子の具合は特徴的に完全に一致してて均一なんです。だからほら、うん、沖縄出身のアーティスト見たでしょ、うん、ね、普通ですよね、うん、なんか多分ね、その
え、今渋谷の街の中にも沖縄県出身者いっぱいいると思うんだけど、うん、見てわかんないですよね。わかるわけない。そうそう、まあ安室ちゃんとかちょっと日焼けしてるイメージでもしかしたら南かなとか思うかもしれないけども、中村ゆきえさんなんか真っ白だし、だからそれを考えると日本人なんですね。うん、で現にこの琉球国というのが成立したのは、15世紀なんです。だから結構遅いんですよ、15世紀。それより前になんかいろんな王様がいて、なんか権力闘争とかしてたんですけど、国としてまとまってなかった。15世紀に琉球国ができるんです。でこの時 にあの天照大神をお祭りする神社がいくつも建てられてるんですね。あ、そうなんだ。はい。であの波の上宮とかね、あの普天間宮とか言うんですけども、まあ、ちょっと私が行って撮った写真があるのでちょっと見てもらいましょうか。こちらになります。はい、これ普天間宮ですね。これはあのお社本殿の方で、これちょっと見にくいな、この暗いですけど、これ洞窟なんですよ。洞窟がこれ奥の院になってるんですね。はい、でもう一枚見ていただきたいんですけれども、はい、私映ってますけど、誰ですか怪しい男は。怪しくないんですよ。これ紳士です。波の上宮といってね、あの琉球でねもう代表する神社で、これ天照大神が祀られています。この方わかります？薩摩。薩摩？西郷隆盛？違う、西郷隆盛じゃないよ。西郷隆盛、ほら私のご先祖様でございますからね。分かった。明治天皇。そうですよ。やばい、はい、すごい。家族写真。あ、家族写真ですね。で、ここそういうの撮ってみたい。でここの神様がもう古事記日本書紀に登場する、まあ、皇室のご先祖である天照大神が祀られていて、この神社は15世紀琉球国が建国された時からあるんですよ。はい、それは日本ですよ。そう、だから日本人だし、血統的にも琉球の言葉は日本語ですから、あのちょっと違うところあるんだけども、それはあくまでも方言で文法は完全に日本語なんですよね。それでいて、天照大神祀ってんですよ、15世紀建国の時から。でこの琉球は、まあ、ちょっと中国との、ね、貿易の要衝でもあったもんですから、まあ、日本とも付き合いつつ、中国台湾とも貿易をしててっていうことだったんですが、結局あの江戸時代に薩摩藩に攻められることになるんですよね。これも結構琉球にも問題があったんです。あの琉球の船が難破して、幕府が救助して難破船のその人たちを琉球に送り返してあげたんですね。この場合難破って女の子に声かけ、そういう陳一郎君がやってるナンパじゃないですか。漂流しちゃったの、漂流しちゃったんだね。そしたらあの助けてもらったんだからお礼ぐらい言うでしょう、でお礼言わなかったんですよ。で当時江戸幕府が、お礼の一つもないのかって言ったら、で薩摩藩から取引があったので、ね、薩摩藩からちょっとお礼ぐらい言わないとって言ったら、その中国に留学して帰ってきた変な官僚がいて、ジャナリザンって言うんですけども、その彼がもう日本にね、その幕府に返礼なんかしないんだってやったら責められちゃったんですよ。まあ、現代の感覚だったらお礼言わないのに責めるってなんかうんと思うかもしれないけども、当時の価値観では礼を失すると無礼打ちですよ。縄麦事件知ってるでしょ。あの大名行列をイギリス人が分かんなくて横切っちゃったら無礼者って言って撃たれたわけですよ。よくありますよね。そうそう、だから当時無礼イコール死罪なんですよね。だから今の感覚で言うと、なんで俺言わないぐらいで責めたらなんかって思うかもしれないけど、当時この間暴力団組員の運転してベンツパッパッと鳴らしたらボコボコにされそうになったって。それと一緒。それで礼を失するとやっぱそういうことになる。そういうことで、まあ日本側としてはね、まあ中国との付き合いもあるので、まあ日本の統治にまあ参加させるっていうことをこれまでしてこなかったんだけど、まあこれを機に、じゃあもうこれあの併合だと、まあ併合というよりも、あのまあ、あの薩摩藩の管理下に置くみたいな形になったんですよね。あ、じゃあなんかこう理不尽に勝手になんか攻めたわけじゃなくて、はい、そうそうそう、理由があるんですね。理由があるんですね。で同じ日本人で日本語ですから、ね、東北と、北海道と沖縄がその、ね、日本国に参加する時期が変わっただけで、なこと言うと出雲の国だって5世紀に大和の国に入ってるわけだから、で沖縄だけ特別なんじゃなくて、いろんな豪族がそれぞれにね、縄張り
りを持ってたけども、みんなどっかのタイミングで参加して今の日本国があるわけですね。沖縄だけが攻め滅ばされた独立国ではないということですね。でその後廃藩置県で沖縄県、まあ、琉球藩が置かれて沖縄県が置かれたという流れがあるんで、ですからもうそうね、完全なあの別の国を日本が侵略したということではないということなんですね。まあ、このようにですね、まあ、沖縄というのは昔から日本の一部として文化を作って育んできた。ですから沖縄はこれまでも日本だったし、これからも日本だし、一時期ね米軍の統治下に落ちましたけれども、それでも戻ってきた。ですからあの、沖縄はもともとね、あの侵略されたんだという、そういうことではないということはちょっと覚えておいてほしいですね。ですからせっかく戻ってきたね沖縄ですから、沖縄の人がね希望して戻ってきたんだから、これなんかね内地と外地って言って、沖縄からするとこっちが、ね、本州の方が内地で、沖縄は外地というイメージがあるかもしれませんけど、これ違うんですよ。沖縄は内地なんですよ。島だからなんか外に見えるかもしれないけど、なんかと言ったら九州だって四国だって島ですけど内地ですよね。別に距離ちょっと離れてますけども、沖縄は、ね、都道府県の一つが、沖縄県なわけで、そんなものはですね内地なんですよ。で例えば朝鮮とかね、台湾とかはかつて日本、あれは外地だったかもしれない。でも沖縄は内地なんですね、はい、これはちょっと覚えておいてほしいなと思います。でもさっきの写真見せたらさ、先輩ってさ、あの黙ってるとかっこいいんだけど、喋るとなんかおかしいよね。全然おかしくないでしょ。そうですね。でも分かりやすい。はい、ということで武田先輩に、こんな質問が来ております。はい、どうぞ。アメリカが日本に沖縄を返す条件は他にどのようなものがありましたか。うん、確かに気になる。さっきやったじゃんそれ。でもなんか聞きました。まだ来て、あ、だからそれさっきやったやつよ。そのね、基地を残す、それからどう残すかとか、あ、やった。そう、基地協定とか、うん、そういうことをね、話し合っていろんな取り決めをしましたということですね。でもう一個、もう一個。はい、すいません。はい、米軍の、うん、これなんて読むんですかね。うん、カデナ、カデナ、カデナ基地、カデナ基地、あ、カデナ基地か、うん、カデナ基地は最初、近くに、民家がなかったと聞きましたが、そうなんですか。もともとね、その嘉手納基地ってめちゃくちゃ大きいんですよ。で、あの作りやすいところに作ってるんですけども、あのただ周りから接収してますね。で今一番この町に囲まれちゃってるのは、あそこ普天間飛行場です。あそこは あんまり人住んでなかったんですけど、普天間飛行場の周りにびっしりあの商店街とかできちゃって、人が住むようになっちゃったっていうね。だから基地の周辺に人が住み始めちゃったんです。でそれがまた沖縄の基地問題になったりとかっていう感じですね。はい、ありがとうございます。もう一つ行かせていただきます。沖縄から米軍がいなくなったら、有事の時ウクライナ以上の状況が発生することも考えられますか。うんうん、そうですね、やっぱり沖縄っていうのは各国が欲しい場所なので、特に中国が欲しいので、台湾を狙うときには当然沖縄も狙ってくると考えなくてはいけないと思うんですね。なので米軍がなければ中国からしたらこんなに美味しい話はないので、やっぱりね、抑止力っていうことを考えたら米軍は必要だと思いますね。あとすみません、さっき僕言わせたことがあるんですけども、あのやっぱ昭和天皇はやっぱ沖縄についてすごくね、気持ちがね、やっぱたくさんの民間人が戦闘で亡くなり、長い間アメリカの統治下にあったので沖縄に対する思いが強かった。そして昭和天皇はね、ほら全国巡行といって、戦後全国、ね、旅をして激励なさるわけですよ、国民をね。で沖縄だけは行けなかった。だから広島も長崎も行ってんのに沖縄だけには行けなかった。そして、返還されますでしょ。そしたらようやく行けるようになると、まあ、でもすぐ行けないからって様子見ながら、そして沖縄で海洋博覧会が開かれるっていう時に、さあ行けるかなという、沖縄に行く予定があったんです。ところが当時皇太子殿下、現在の上皇陛下がね、沖縄にいらした時に、何者かによってね、この火炎瓶を投げつけられるという事件が起きてしまった。そうです、そうです。で皇太子殿下がいらしてそうなったということがあったので、天皇陛下、昭和天皇の沖縄行幸は中止になってしまったんですね。そしてだいぶ時間が経ってですね、昭和61年か、昭和62年に沖縄に行くということが決まったんです。初めて天皇が沖縄に行くということが決まったんですね。ところがその直後に病気で倒れてしまった。あ、はい、
そして昭和64年の1月には崩御亡くなってしまうんですね、うん、でこの時に昭和天皇がお読みになった御世和歌があるんですけども、思わざる病となりぬ沖縄を尋ね果たさん務めありしよと、自分は天皇として沖縄に行ってね、祈りそして激励しなくちゃいけない、うん、そういう役割があるのに、病になってしまって務めを果たすことができなくなってしまった、まあ、こういうですね、和歌を読んでらっしゃいます、うん、そして、平成の時代に入って上皇陛下、当時の天皇陛下、平成の時代の天皇陛下が初めて天皇として、沖縄にいらっしゃるわけなんです、うん、この時にですね、やっぱあの祈りなんですね、和歌を読むのは、うん、で上皇陛下はやっぱり天皇が和歌を読むにあたってやっぱ沖縄スタイルの和歌を読んだ方がいい、流歌だから五七五七七じゃないんですね、なんだっけなんか数が違うんですけど流歌、ですね、ふさけゆる菊さみぐる戦あつ繰り返し返しうむいかきていっていうね、今となってあの草がぼうぼうになって分かんないけれども、それはかつて戦場だってたくさんの人がね亡くなった場所でもあると、そういう記憶をね忘れてはいけないんだという趣旨のことを琉球の言葉で流歌を歌って、慰霊の、あの、まあ、祈りにするわけですよね。ですから、まああの昭和天皇も上皇陛下もやっぱ沖縄に対する格別の思いを持ってですね、沖縄の人は苦労したんだと、もちろん広島長崎に行ったんだけども沖縄だけ行けなかったということをものすごく悔やんで、だから昭和天皇が亡くなる直前の最後の心残りが沖縄に行けなかったということだったというね、はい、ですからその本土復帰にあたって昭和天皇がものすごくお喜びになってね、多分今日のニュースでも当時復帰の時のニュース出てくると思うんですけども、昭和天皇のお言葉とかあると思うんですけどもね、そういうお気持ちを持ってらしたということはですね、そしてそのお気持ちは現在の天皇陛下も受け継いでらっしゃるということはぜひ覚えておいてほしいなと思います。上皇陛下もね、はい、火炎瓶投げつけられてね、そうなんですよ、腹が減らなかったもんね、そうなんです、いい人だね、あの時にね美智子様がね一歩前に出て、殿下を守ろうとなさったんです。これはすごいですよ、すごい、普通だったらだって火炎瓶投げつけられてバーって火のね、うん、火が立ってるのにキャーって言って逃げ惑ってもおかしくないのに、美智子様が一歩前に出てね殿下を守ろうとなさる仕草をなさったんですよね。いやこれはもう理屈じゃない、もう反射的な行動なのですごいなと僕は思うんですけどね、はい、あっという間ですがお時間が来てしまいました。いいね今日は、はい、怖かったですね、はい、ですが今日のオルガン坂トラチャンネルはこの後にも生配信があります、はい、オルガン坂生徒会緊急生配信第6弾、緊迫するロシアウクライナ情勢、武田先輩と須田先輩、そしてゲストとして中村逸郎さんとグレンコアンドリーさんをお招きしてスペシャル討論会をお送りいたします。どういったお話になりますか、武田先輩。いやすごいメンツですよ、うん、まああの陳一郎君のお兄さんもそうなんですけども、うん、もうこの2ってあのロシア政府認定をもらったんですからね、中村先生、できんだよできんだよ、だって60何人からロシア入国禁止のうちの1人ですよ、もうロシア政府認定ですからね、兄貴なんか、ね、歌舞伎町のキャバクラできんだからさ、あらまー、できん多いな私香港できんですから、ね、あーもうダメだダメだ、できん多いというわけでさらに濃いお話がね、お聞きできるんじゃないかなと思います、はい、で陳一郎君のお兄さんは、うん、なんか早めに来るっていう人からもう今日その辺にいるのかな、そうですか、そういるかな、あ、そこでなんかつけ麺食ってるかな、あ、またつけ麺、美味しいですね、はい、スペシャル討論会はこの後17時からです、ぜひご覧ください、ご覧ください、はい、武田先輩ひとまずこの時間はありがとうございました、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました、黙ってりゃいいね、かっこいいね、確かに、はい、下からアングルでもね、はい、それではオルガン坂トラチャンネルからお知らせです、はい、皆さんオルガン坂トラチャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いします。方法は超簡単、チャンネル登録ボタンをポチッと押すだけ、はい、今日の授業がためになったら高評価もお願いします、はい、そして次回のオルガン坂トラチャンネルはなんだ、お、はい、次回のオルガン坂トラチャンネルは5月29日15時から生配信です、うん、弁護士の北村春夫先輩が法律のためになる話を分かりやすく教えてくれます。皆さん今日の授業どうでしたか。いやすごい濃かったですね、うん、沖縄はやっぱ好きなんでこういう話聞いてよかった。そうだね、うん、難しかった俺的には、うん、
どうですレタピ。いやあのアメリカ軍のとこ行きたい。あれ行きたいね。武田さんの力を使って、ね、ぜひ沖縄の、はい、はい、ちんしろくんどうですか。いや違う国だってね、そうなのかなと思ったけども今日のね授業を聞いてやっぱりこれまでもこれからも日本なんだってよく分かったね。うそうですね、行ったことなかったんでちょっと行ってみたいですね。行ってみてちょっと番組で行きたいよね。本当に行きたい。お願いします。お願いします。はい、この後17時からスペシャル討論会オルガン坂緊急生配信第6弾、緊迫するロシアウクライナ情勢の生配信も必見です。それではまたバイバイ。バイバーイ。バイバーイ。